それでさ、あのまずさ、なんかルーナとスバルってその、まあ、共通項がないわけよ。なんか集まってさ、まあでそれで、まあ、集まった時にもこう話しててなんかやっぱりルーナってこうスバルと共通のものをあんまり持ってない。体力とかあとなんかこう趣味とかあの考え方とか割とね真逆なんだよね。なんか意外に共通項がないなみたいな話なんだけど、この前の収録でついに共通項を見つけたんだよスバル。いやそれがさ何かっていうとさ、なんかその部屋がすっごい寒くてなんかね結構クーラー効いててで結構ね待ち時間が長い収録で、でそれでいやちょっとこれ暇だし外歩くかみたいな、ちょっと外歩いてくるかと思って、で外をね歩いてたわけよ。なんかスバル歩くのめっちゃ遅いね。なんか普段はすごい頑張って歩いてるんだけど、なんか歩くの本当はもうめちゃめちゃ遅くて、どれぐらい遅いかっていうと、もういろんな友達とかになんか、スバルお前歩くスピードやばくねみたいな、散歩してるおばあちゃん、いやマジで遅いよ、すごい遅くて、それででなんか、まあなんかそのさ、ちょっとその日疲れてたっていうのもあって、なんかこうプラプラ歩いてたんで、ゆっくり。でそしたら横見たらさ、ルーナがマジでほぼ同じ速度で歩いてて、なんかそれにびっくりしちゃって、なんかスバルのこのめちゃめちゃスローな歩きについてこれるやつ今まで見たことねえと思って、それでなんかまあフラフラ2人で歩いてたんだけど、ちょっとびっくりしちゃってさ、ルーナそれってマジで普段からそのスピードで歩いてるって言ったら、なんかそうなのらよとか言ってたけどさ、ちょっとびっくりしちゃったマジで。だからねこの前はねおばあちゃん2人組でね歩いてました、スバルたちそう、おばあちゃん2人組みたいなスピードでなんかちんたらちんたら歩いて、でスバルは10分ぐらい歩こうかなと思ったんだけど、やっぱルーナ体力ないからもう5分ぐらいでじゃあそろそろ帰るのらねとか体力までは似なかったけどじゃあそろそろ帰るのらねって、5分ぐらいでちょっと暑いのらねみたいな。最初は外出た時はなんかこういやなんかいややっぱさ部屋の中ちょっと寒いよなみたいな、やっぱこれぐらいの夏の暑さを浴びてこそ体が温まってちょうどいいんだよなとか2人で言ってたんだけど、なんかね5分ぐらい歩いたらいやちょっとそろそろやっぱ暑いのらねっていう結論に2人で達して、でまあでも暑い中スバルはもうちょい歩いてもいいかなって思ったんだけど、なんかルーナがそろそろ帰るのらっつって書いてそうだからこれがねスバルとルーナの共通項は歩くスピードということが分かりました。昨日の散歩もね暑かった。あ、違うの、スタジオがちょっと寒かったからちょっとおんぶ出てお散歩しようってなったのだ。でもね暑ってなった。でもお散歩ね、なんか暑くてさ、柴田先輩とお散歩して歩いてたけど、どこまで歩くのだって言って、もうルーナ暑いのだ、帰りてえのだって言って帰った。だって暑いのだもん。よくないよ、そんなに日向にいたら。ちょっとだけお外出て、お散歩して帰った。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ。よし。全部捕まえちゃいけないのよね。